こんにちは、伊藤フロイスです。今日は高知県の高知城に来ております。それでは早速回っていきましょう。日本で唯一本丸の建築群が全て残っている城郭、高知城。高知平野のほぼ中央に位置する大高坂山の上に築かれた城は、江戸時代と変わらない美しい姿で町を見下ろしている。関ヶ原の戦いの功績で遠州掛川から入国した山内和豊は、地の利のいいこの地を城地に定めた。当時周辺には湿原が広がり、鏡川や江ノ口川の水害に悩まされた。慶長6年1601年に始まった工事は難航するが、10年の歳月をかけてほぼ全容が完成する。その後、享保12年1727年に一部の建物を残し焼失するものの、20年以上かけて復興を遂げ、現在に至っている。堂々たる構えの大手門をくぐり、石段を登っていくと、その幅が一様ではない。登りにくく、下りやすいように、わざと変えてあるのだ。からの防御と同様に施されているのが雨締め、すなわち雨からの防御である。降雨量の多い高知ならではの工夫である。ここが黒金門です。さあ入っていきましょう。また城内には多くの水路が設けられ、石垣から飛び出した石碑で排水するようになっている。石垣も崩れにくく排水能力の高い野面積みが多く採用されている。天守閣を目指すには橘門を通る経路となっていて、門への石段を登ると三方から矢と鉄砲が見舞われるようになっている。しかも門は簡単に通り抜けられないよう、入り口と出口の扉の位置が筋違いに設置されている。天守閣を仰ぎ見れば、石落としや忍者の侵入を防ぐ忍び返しの鉄剣がぐるりと張り巡らされていて、この城の防御の固さを実感した。
主の柵に見られる黒漆で塗られた高欄が特徴的である。時間ご視聴ありがとうございました。次回のお城紹介動画も楽しみにしていてください。伊藤ホロイスでした。よろしければ登録グッドボタンお願いいたします。